企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。企業価値の評価は経営効率のパフォーマンスに持続可能な世界実現への貢献度を加えた二軸評価へと急激に移行しています。飛島は DNA であるイノベーションマインドを原動力に DX を軸としたパフォーマンス向上を推進し、企業のサスティナビリティの実現を目指します。一方、ESG や SDGs への取り組みは社会のサスティナビリティ実現への貢献であるとともに、新たな事業機会へのアプローチであり、まさしく飛島の創業精神である利他利己の実践です。飛島の SX はステークホルダーとの対話を深化しながら、企業のサスティナビリティと社会のサスティナビリティの融合を推進し、企業価値の向上を目指してまいります。そして優先的に取り組むべき重要課題を ESG、SDGs マテリアリティと位置づけました。 ESG の一つ目、環境への貢献として脱炭素の推進と水資源問題への取り組みを行います。特に水資源問題への取り組みでは、海外での水インフラ整備や独自技術による水質環境保全に貢献してまいります。サスティナブルな社会の実現では、レジリエントなインフラの構築と地域や社会への貢献に取り組んでまいります。特に地域や社会への貢献では、インフラ整備による小笠原をはじめとする離島振興や地域の人々との競争による地方創生に取り組んでまいります。品質の確保と技術力の強化では、 DX による生産性・効率性の向上と品質・技術の向上を目指します。働きがいのある職場の実現として、労働安全の推進とダイバーシティ・インクルージョンの推進、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革の推進に注力いたします。ガバナンスの高度化では、企業経営の基盤強化に取り組んでまいります。今後 DX における生産プロセスの変革による企業のサスティナビリティと ESG、SDGs に配慮した経営による社会のサスティナビリティとの両立を目指し、飛島 SX を推進してまいります。そして歳月が流れ、 SX の軸である飛島 DX は進化していた。今日の仕事はテレワークからスタート。日々の業務タスク、必要なスタッフの手配や出勤の管理は空中モニターの操作で簡単に確認が可能。全国の建設現場に配置されている職員とは、いつでもオンラインでコミュニケーションを取ることができます。準備を整え、リモート朝礼に参加。細かな作業内容もビムを使い視覚化することで、個人間の認識のズレをなくすことができます。また職員、従業員の体調管理もリアルタイムで共有が可能。始業前に確認しておくことで、職員、従業員の体調不良による重大事故の未然防止につながります。飛島は会社として健康経営を積極的に推進しています。午後の商談の件お願いね。よろしく。はい、わかりました。勤怠管理や経費精算などはクラウドサーバーからいつでも簡単に処理が可能。もちろん社内外の業務においても IT 端末を利用してデジタル化が進んでいます。購買や発注業務のデジタル化により、サプライチェーンへの対応を迅速に行います。最新デジタル技術の導入で、建設業務における幅広い作業効率化が可能になりました。午後は大事な商談から業務開始。設計図、完成イメージをその場で可視化共有できるので、提案の質を高めることが可能になりました。設計の変更などによる再見積もりもその場で確認することで、後日確認などの無駄な時間を削減。デジタルトランスフォーメーションによる
スピーディーな情報共有で商談も円滑に進めることができます。お客様からのクレームも減少し、顧客満足度もアップしています。フィールドサクセスセンターでは、さまざまな現場をリモートで一括管理しています。最新の技術を用い、最小の人数で最大のパフォーマンスを生むことができます。各現場の状況は常にオンライン共有されているので、最新情報を把握しながら迅速な対応が可能。気候変動にとらわれない野菜作り、水力発電や太陽光発電など再生可能エネルギーを利用した温室効果ガスの削減や、水資源を利用した環境ビジネスの取り組みなど、社会活動にも貢献しています。空撮で360度監視可能なドローンと、内部から監視できるネットワークカメラを導入。空撮で工事進捗を確認することで、全体的な把握が容易になりました。大規模かつ複雑な現場管理でも、複数のセンタースタッフと一緒に行うことで、高度で迅速な対応ができます。巡回ロボットやスマートデバイスを使い、遠隔臨場を行うことで、多くのスタッフと円滑にコミュニケーションを取りながら現場状況の共有ができます。各点検箇所の異常を一瞬で検知、問題箇所が見つかった場合は現場スタッフとリアルタイムに確認を取ることで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。いつでもどこからでもアクセス可能なプラットフォームは、現場業務をサポートする情報を提供。最先端技術である AI 現場監督は、従来の施工方法に縛られません。これまで数多くの施工ノウハウを蓄積したデータベースにより、最適な施工方法などをアドバイスしてくれます。ウェアラブルカメラのレコーディング機能は、万が一のトラブルを記録。蓄積したデータを活用し、事故の原因追及や危険予知対策に応用しています。建設現場においても、高度なシステムによる安全管理が徹底されています。多様な人々が活躍するダイバーシティは、経営方針の一環として定着しています。そして飛島で働く私は、離れていても人と人、人とものづくりに寄り添った心ある仕事をやりがいに感じています。飛島は建設業界の垣根を飛び越えていきます。IoT や人工知能などデジタル技術の導入により、超スマート社会の実現に対応した新たな事業創造・発展を推進してまいります。また DX やイノベーションなど、企業変革による企業のサスティナビリティの向上と ESG 経営を通して、社会のサスティナビリティを両立させています。さらに ESG への取り組みを通じ、SDGs の達成に貢献し、さまざまな社会的課題に積極的に向き合い、持続可能な社会の形成を目指して SX を推進しています。飛島は次の未来へ。飛島は未来に向けて、さらなる働き方改革、生産性の向上を目指し、企業改革を推進します。スマートな未来へ、飛島建設。